ご飯の時間です。こんにちは、三重大学の鈴木浩二郎です、はい。まあ、ご飯の時間だなって思うのは、皆さんが、長崎丸に乗って11時半のご飯食べてて、うん、その習慣がきっと残ってるんだと思います、うんうんうん。だからちょっと今日は長崎、あ、海老店ですね、まあ、うん、三井さんの発表の中にあった、うん、あの震災の時の派遣の様子についてもう少し詳しくっていうのなんですけど、うん、まあ、僕の役目はそれを聞いているための余興に過ぎないので、はい、皆さんあの優しい目で見てください、はい、まずこれ長崎丸ですね、うん、大きい、長崎丸は、名前が長崎丸ってついてる、珍しいと思いませんか、うん。三重大学にあるのは清水丸、うん、他の大学もなんか淡水とかあると思いますけど、県の名前がついてるのは珍しいと思ったんですけど、なんでかっていうとやっぱり三代目っていう歴史があるからだと僕は思います。26歳かっこいいですね、うんうん、ちょっと下先が悪くてずんぐりむっくりな感じがします。まあ長崎丸の概要なんですけど、長さが63メートル、総トン数が842トン、うん、でこのトンっていうのは、ね、実は由来がありまして、その昔貿易をしていた商人たちがワインの樽に入っていたワインをたらく飲んだ後、こう取引の話をするとトントン拍子に話が進むっていうところからトンがついたのかどうとか、まあまあワインの樽で、最大速度が 16.2 ノット、1ノットが1マイルなんで、1マイルが、1.8、覚え方がありますね、1.852kmが1マイルになります、こんな感じで、うん、まあ、場が盛り上がったところで、うん、ちょっと真面目なお話に、はい、うん、あ、はい、皆さんが、あ、はい、皆さんがお風呂場や飲む時とかに使った水の量がちょっと 115.9立方メートルだと少し分かりにくいので、普段家で使っている浴槽で表すとどうなるか気になったので計算してみたところ、船には12杯分積まれていることが分かりました。私からは以上です。シンプルです。で、ここから、真面目な話になって、ですね、長崎丸は、その東日本大震災の時にこうあの被災地に行った船です。で、その詳細がまず、去年の3月11日の地震が発生しました。でもうその2日後には、その学長から県の方に、長崎丸の派遣の要請をこう提案しています。でその次の日にはそのもう県から、あの大学の方にあのじゃあそれでいいですよということに、でもその日の夕方にはもう出航という、非常にこうあっという間にあのスピーディーな対応でこういうふうに。で、14日に出発して、でまあ、こういうふうにどんどんで、まあ、こういうふうに、うちの東北の方を回って、大体これで、4000キロの航路を回って、なので、まあ、東京、往復、2往復で、かなりの距離で飛ぶようになります。で、まあ、被災地に行って何したかですが、まあ、400枚分の支援ということで、まあ、毛布やトイレとか花見るというのをこういうふうに最初に取ってます。で、まあ、この長崎丸なんですが、あのこの被災地支援に行った大学の練習船というのは実は長崎丸だけなんですね。あの、まあ、他の船も、まあ、たくさんありますけどこれだけです。で、この、まあ、こんな素晴らしいあの船に今回あの乗って、で、まあ、監督を行って、で、まあ、こういう素晴らしい人たちに対して、まあ、よかったですね。素晴らしい。